サポーターの前でのコーナーキックです。ガンバ大阪、高いボールから倉田、持ち込んでシュートは、オンフィールドデビューを見て、そして PK、 宇佐美決めました。1対0ガンバ大阪、 PK で先制。背番号7番キャプテン宇佐美の2試合連続のゴール、今日は先制ゴール。松原君が走り返します。岸本、宇佐美がいる、宇佐美左足のシュートだ。先制点は青黒の至宝、宇佐美隆。3試合連続ゴール、ガンバの開幕からの得点のクラブタイ記録に並びました。宇佐美、山田のヘッドだ、ダワンが決めた。ヘッドが得意なダワンが決めました。ガンバ2点目。青黒の至宝を指さすダワンです。2対0。クロス上げてくる、ジャンプ強打、スーパーセーブ、一森。すごいね。最後の1秒まで出し尽くしたこのゲーム、青黒の守護神が守り抜きました。ネタラミさばけて運べるコンダクター、いやうまい、うまい。ネタラミ右から行く、中は2枚、ウェルトンと山田、逆サイドこぼれてウェルトン、試合初ゴール、快速ブラジリアン、ウェルトンが取りました。ガンバ大阪先制。いやここでよく対抗よ、セカンドの福岡翔太、山崎スルーして、マルコ・トゥーリオ、マルコ・トゥーリオ、マルコ・トゥーリオ、シュート、よく抑えた一森。してこられていますよね。ポジション左に映しているウェルトンです。西重、うまく上がってきた黒川、ウェルトン、宇佐美も動き出し、黒川を使う、折り返して宇佐美ですが、こぼれたな。最後は中野か、ただ旗が上がっています。黒川、宇佐美投手、リターンをもらう、宇佐美だ。そこからでも狙ってきます。しかも期待感があります。宇佐美外してこのシュートですよ、まあ、これでやっぱり振りの速さが分かりますよね、はい、横出てきて、いいボールだ、こぼれだ、これは入っているのか。横から見てみましょう、これがどうかということですね。今このゴール確認の、これも跳ね返したトス、拾う宇佐美、逆サイド感じます、ジェバリ落として三浦、三浦のゴール、劇的なゴールでした。最後の最後にドラマは待っていました。胸で落としたジェバリ、それを右足でボレー、三浦、いや、この宇佐美選手の素晴らしいクロスですよ。と奪ったガンバー、さあカウンターになる、スペースに送ります、右のベルタン、中には2枚、ベルトン、中央へ、坂本、いやガンバ先制78分、坂本は2試合連続ゴール。試合終盤、アウェーチームが先手を取りました。耐えたガンバ、試合終盤で大きな先制点です。しかも流れの中で取り切ったガンバ、連動して倉田が行く、
さあ残せるか石毛です。石毛さあ迷わず中に送り込んできて、遠山の前、この落とし、右足のシュート、鈴木いいですね。同点に追いつきました。ガンバ大阪、鈴木徳馬の右足でした。プレッシャーからそして連動してクロス上げてきて、このこぼれ球、ここでフロンを使います。右のベルトン、中に入ってくる、ここに倒れた、残した、シュート、坂本勇、坂本のゴールで同点に追いつきました。3試合連続のゴール。力強いドリブルでしたね。ベルトンのドリブル、そして坂本勇、ともに自分たちのチームの最終ライン、福岡です。中谷につないで縦パス、通るが坂本、坂本3試合連続ゴール中、坂本、坂本シュートブロック、キーパー村上、体を投げ出していきます。勝ちは一番やってはいけない形ですよね。ここで簡単に外されてしまったので、はい、こうなると、まあキーパーが、ね、よく対応してくれましたけど、はい、まあ、本当に徹底的な、これに対して今選手たちはもう絶対やってやるぞという気持ちになっているのは間違いないですから、まあ、そのあたりも、ね、楽しみに見ていきたいですね。彼っていう指示も出してるんですよね、前の選手と、ま、後ろがね、お、サミダー、すごい、いや、バスボール、このニアやられるっていうのは、山下、まあ、こういうプレーがやっぱ途中から入ってきた選手には必要ですよね、はい、もちろん攻撃もそうですけど、守備でどれだけやっぱりこの味方を助けられるか、はい、でこの後やっぱり中央長いとこ入った、宇佐美の左足、坂本、ナイスキーパーだけ、右足シュート、岸本に入りました。変えました、押し込めなかったベルディです。フリーにしてあげた方がいいのかなと思う、ね、なるほど、メジロザクロカイから縦に行った、ジョイントのおかげで縦に突破、中3枚白いシャツ、ここがブロックでコーナーになります。宮原のブロックです、まあ、クロカーはね、やっぱりここで持った時に自分で仕掛けられますし、まあ、左で上げ切ることができるので、立花だ、縦パス、ガキ坂、こぼれて、ゴミス、ゴミスかわしてのシュート、ブロック、いやー、よく粘りました、ゴール前ガンバのディフェンス陣、これが2本目です。ノーシャイバウンドした、入った、同点、最後は中谷が触ったのか、いましたかね、宇佐美が狙ったボールがそのままバウンドして入ったか、それとも最後中谷が触ったのか、宇佐美、中谷、福岡上がっています、福岡、宮で合わせました、福岡のゴール、いやー素晴らしい飛び込み、2対1ガンバ大阪逆転、福岡翔太、今シーズンの、いや、J1 の初ゴールです。吉田選手もね、まあ、速いっていうところでは、この両サイド生かしたいでしょうね。ここはダバンです。ダバンの強さ、坂本へ、真ん中、こぼして、山下、横パス、倉田、最後は倉田、崩して取りました。今
さあ3日で山下へというところですが、バンゲナガンで勝ち、2人には田原積田、アンダーとの競争になりますが、2列変わった、まだラインは割っていない、そのまま田原積田持っていく、ここはあそこまで戻っての守備ということになります宇佐美です。そしてゴールキック、まあ、ここでね、やっぱ半田選手もやっぱ強さを出しましたし、バンゲナガンでカシーフからクロスが入る、セカンドボール、ディエゴ・オリベイラ、得さない、ここは打たずに、普段向こうから右サイド、長友が振っていきましたが、ブロックは離れていく、さあ、ここは山下が抜け出す、そのまままだ持っていく、山下行く、自分で行って、ここでシュートだ、ナイスキーパー、ここはビッグセーブです、野澤、いや、一人で行きましたね、速さありましたね、はい、まあ、ここからですからね。ここで東京も打てずに長友選手が打つと、ファウルはありません。さあ、ルカナビからウェルトン、右側とウェルトンです。ウェルトンからマイナス、シュートは来た、入ったばかり、入ったばかり、山田孝太のゴールです。均衡を破れました、先制ガンバ大阪。いや、素晴らしいゴールでしたね。トラップしてるのも長かったですから、ちょっとずれてしまった鈴木徳馬、そして山下からのボール、サミダー、相手の後ろからのつなぎ、そこを見逃しませんでした。打開してボールを奪って最終的に決めたのは宇佐美です。先制アウェーガンバ大阪。いや、この時間帯までやっぱり湘南でしたもんね、はい、やっぱ一つのミスを見逃さないですし、うん、ガンバ、まあ、今季はこのところ失点が少ない中ですが、さあ、ここは岡本にボールが渡って、ああ、よく戻ってきた、あとウェルトが戻りました。これもできる選手なんですね。そうなんですね、まあ、このあたりは対戦相手の山口監督も話をしてましたけれども、中谷、裏を狙う、山下を走らせる、ここは杉岡さんセカンドボール、宇佐美だ、宇佐美、宇佐美から裏に山下を突く、さあ右ゲーだ、ここは杉岡と当たりましたけど、そして何度もガッツポーズ山下、山下が PK ゲット。いや、後半は祐介さん、相談がかなりで行ってたんですけど、またその流れの中で今度ガンバですね、やっぱり攻めてる時のリスクマネジメント、宇佐美キーパーの逆、しっかりと決めていきました、今日自身2得点、そうですね、ガンバ大阪リードを2点に広げます。まあ、効果的にやっぱりボールを前に送って、落として鈴木徳馬から左サイドのウェルトンへ、ウェルトンスピードもパワーもあります、そのウェルトンから宇佐美だ、宇佐美、宇佐美中入ってきて、宇佐美のシュート、エースの宇佐美、今シーズン背番号伸ばし7点目、ボックス内でクオリティを見せました。いや、木場さん、さすがのプレーでした。いや、この辺の質を高さは本当にすごいですね。いや、決定力ありましたね。さあ、ここからサイドチェンジでね、ファイトレーション取って、まあ、ウェルトから受けて、で少し間のところで宇佐美が打てるんですよね、前向きで、ここキックフェイントなんですよね。相手がかなりパワーを意識した中で、最後最後まで相手を見て、ここで切り返した、タイミングも完璧でしたし、ゴールキーパー佐々木が出てくるのもしっかりと見えてましたから、まあ、しっかりとここ、この宇佐美、中に入ってくる、跳ね返したボールを直接狙っていった、リフレクションがあって、山田とれた、クレス相手の恩返しは、今シーズン2ゴール目。ここホームでは初ゴール、抜け目なく狙っていました。ガンバ追加点2対0です。フリックして佐々木大迫、さらに抜けてきて武藤の左足、一森、魂のビッグセーブを見せました。
ったですよね、入口選手かかって、はい、もう一個奥に入ったことでメインになりましたね。まあ、あとゴールカバーもね、2人しっかり入ってたことで手の出せる位置にシュートが来ましたね。まあ、逆に武藤選手は決め切りたかったですね。はい、もう一度山下です。山下止めてから判断、ハイクロス、ジェバリのところ、酒井ゴードクリア、左足上のハンダー、いや、中田にいた、ハンダですかね、ちょっとハンダ選手だと思うんですけど、ちょっとオンゴール気味になったんじゃないですか、ね、なるほど、続きまーす、チャンス、決まらない、ノーファールで奪い取った鈴木優花から決定機でした、ノーノー、高かったですね、入れます、抜けてくるか、エリキ最後はよく体を入れました、江川選手素晴らしいですね、本当やられてもおかしくないし、体を張ることでしっかりとゴール守ってますし、このコンビネーションやられてしまったところ、まあ、難しい対応になったかもしれないんですけども、しっかりとコースに足を出すことで防ぎましたよね。ここで出して黒川、アンガラーの左足のクロス、もう一度クロス、決まりました、先制点はファンガラーの右足、今シーズン初ゴールを決めています。いやー、今クロスかと思ったんですが、ね、はい、もうループシュート狙ってましたよね、はい、まあ、ただちょっとこうマリノスの選手がこうレフトに入ってきて、黒川右足で出して坂本、2人を引きつけてクロスシュート、ヘッド回った、またしても宇佐美とダワンのホットラインがつながりました、そして見事なバック転、タイミングが宇佐美がよく戻って中谷を奪います、少しやりすぎましたね、なるほど、さあ山下の俊足が飛び出した、一気に切り裂いた、ただよりディフェンスをしましたが、今 PK を確認中です、そうですね、エルアルドのプレー、ここも見事に決めました、大きく息を吐いた奥野の四方、4試合ぶりのゴールは今シーズン8点目、3対0、リードを3点に広げています、あとは完全に見切ってましたね、そうですね、ガンパー、ジェバリ斜めのボール、山下ところでボールをキープ、さあジェバリが今度は逆に来た、右足のシュート、入りました、J1 リーグ初ゴールはジェバリです、4点目、いや山下選手がね、はい、ちょっとパスが流れてコースなしになった鈴木、中には坂本待ち構えていますが、山下から宇佐美、ワンツー、山下いい抜け出した、山下坂本、クラッ
た。さあジェバリー、ガンバチャンスになるか。ジェバリー、ジェバリーが自ら行く。ジェバリー、この追加点は大きい。ジェバリーを一振りで0対2。一差のジェバリー、連続ゴール前節に続いてという形です。いやさすがですね、この少ないチャンスをものにする。はい、ここ鈴木選手がしっかりボール、旗が仕掛けた、縦に仕掛けてから左足のクロス、いいボールで受けました。その後国際、田中聡が狙う。ナイスキーパー、ナイスキーパー、ね、ブラインドのところからよく判断しました。一森、中谷がサイドを変えていって、ここはバックステップ山下、黒川が追い越しますが、そこにパスを出す。黒川ダイレクト、坂本伊佐だ。ここは惜しいシーンでした。理解しまったと、かなりディフェンダーからすると読みづらさはあったと思いますね。コースがちょっとあまりなかったという。ジェバリー、中に入ってくる。ジェバリー、パス、アンガラーボ。ネタラリーが狙った。ポスト。入っていきなり素晴らしいシュート、ネタラリー。これはでもすごいクオリティのシュートを打ってきました。ちょっとアウトにかかってますからね。そうですね、少し高山は結構決定力もありますもんね。はい、おこれはサビオボール、ジェゴ入れた、木下だ。スーパー一森止めました。最後福岡だったんでしょうね。まずはでもこのスルーパス、でもこれ1点もんですよ。いやー、一森、いやー、よく足運びましたよね、はい、一森。福岡今チーム川崎戦でゴールを決めています。宇佐美、宇佐美、宇佐美同点ゴール、1対1。神戸キラーの宇佐美が同点ゴールです。これでリーグでは神戸戦12得点目。しっかりつないだのが大きかったですよね。うまく中間ポジションでボールを引き出して、おとりに使いながら、最後ディフェンスショットですかね。あったんですかね。福岡が入れる。坂本から黒川。ワンタッチ、坂本伊佐抜ける。坂本決まった。追いつきました。そして試合終了。さて、セコミのチャンス、コーナーキックはセカンドです。かなり声をかけてます。この上動き出して、鈴木徳馬ニアサイド飛び込んできた。決めました、決めました、福岡翔太。なんと公式戦2戦連発。今日もこの鈴木徳馬、福岡翔太です。上げて中、ヘディング、早速追いつきました。決めたのは坂本伊佐。宇佐美選手が、ね、ここで、ね、前向くんですよね。時間自分で作って、前選手も埋めようとしたんですけど、埋めきれず田代選手 もう遅れてしまった、まあ、センターバックを追い出しているところが大きかったですよね。ここで宇選手のスペースを坂本選手が埋まっていった。まあ、そこに対してピンポイントですよね、はい、頭めがけて速いボール、宇佐美選手もそのボールの弾道の威力を生かして反らす、キーパーもチャンスですね。さて、ゲーム再開してます。